音偽造紙というのは、まあ、評価にもよりますが、社用人間失格と並ぶ代表作だという人もいます。そういう代表的な長編の、完全原稿が、発表されてから70年以上経って、その存在が明らかになるというのは、これはかなり画期的なことなのかなと思います。空襲をかいくぐって生き残った原稿だと、まあ、それが回り回って、70年、よくぞ出てきてくれたなというのは個人的な実感でもあります。